is a broken goddamn heart and a broken back. Because when it's all said and done, I'm coming out of there with these two belts around my waist and on my shoulder. How do you like that? 今日は俺が必ず勝つ。それだけだ。さあ、それではご覧いただきましょう。インディペンデントワールド世界ヘビー級選手権、そして世界ブラスナック選手権ダブルタイトルマッチ60分一本勝負、試合が始まっています。逆水平のまずは打ち合いから始まりました。凄まじい形相を呈しています田中正人。田中がロープに振られました。帰ってくる体当たり、巨大な、これ岩のようでしょう。そうですね、グラジが飛んでいきます。ああ、でやはりザ・グラジエーターか。 FMW の二冠王です。おっと、この大きな拳、そしてストマックにトーキックを放ってきます。おっと、パワースラム、素晴らしいタイミングです。今のはどうですか。どうなんですかね、なんか喋りづらいですね自分の試合見ながら。いや、素晴らしいですよ。三角飛びからのフライングラビアット。さあ、エプロンから場外に転落しました。田中はどうするんでしょうか。田中飛びました。エルボー推進だ。会心の当たりを見せています。グラジが吹っ飛んでいます。この川崎球場、広い球場のためご覧のようにエプロンから下リング場外が大きく取ってあります。おっと、グラジも帰ってまいりました。でかくて飛ぶんですよ ね、 ね。そしてこの大きなダイビングボディープレス、クジラが飛ぶようですもんね。そうですね、当たった時の衝撃というのは、まあ、事故にあったかどうか分かりませんけど、そんな感じでしょうね。トラックに当たったというようなね。担ぎ上げられてシュルダースルー、これも落ちてくるところは妙に高い、非常に高いところから落下してしまいます。押し出すようなラリアット。さあ、グラジはどうするんでしょうか。グラジはどう飛ぶのか、飛ぶのか、ノータッチでいきました。ジュニアじゃないんですから ねトップロープノータッチ、トペコン、とんでもないのが飛んできたという、そんな感じでしょう。さあ、そして場外でこの椅子でのチャンパーが始まります。ヒマラコーナーっと、椅子がぶち壊れました。この時の衝撃覚えてます？この時の衝撃っていうか、全部が全部の衝撃がすごいものがありますから ねまた振り下ろしてきました。田中のダメージはどうだ。ザ・グラジエーター、2つのベルトをこの試合に持ってまいりました。このベルトは絶対に離すものかというグラジ、そんな形相です。余裕さえ伺える、そのグラジエーター。田中をリング内に戻して、また飛びました、クジラ、カウントが入ります。空飛ぶクジラ、ザ・グラジエーター、田中をここまでは圧倒していますと言っていいですか。そうですね。あっと、逆水平、しかし田中の目は死んではおりません。こんな簡単な技でもこいつにやられるとすごい効くんですよね。6人、いや、振り返します、いいタイミングです。さあ、田中はどうするでしょうか。エルボーです。さあ、田中にはこのエルボーがあります。コーナー、田中正人、スイングディリティ、これは投げ替えあったでしょう。カウント、カバー、おーっと、ものすごい怪な力、吹っ飛ばされました。さあ、そしてこれからどうするか。おーっと、ブレンバスターが、いや、コーナーです。なだらしきアバランシュの何を仕掛けていくんでしょうか。田中はトップロープまで行きました。グラジが迎え撃ちます。いや、主導権を握ったのは田中です。ブレンバスターか、ブレンバスターです。よく投げた。大きなグラジがトップロープから落下していきました。カウントは2です。よく投げましたね。重たかったんじゃないですか。そうですね、他のやつにかけるのとやっぱり違いますからね。まあ、2月にもね、挑戦しまして、はい、その時でもう重さはすでに測り済みだと思いますが、エルボー、弾丸エルボーです。もう一発きます。このかかわされた。ジャーマン、どーと投げ捨て、いや、田中起き上がった、田中起き上がった、ラリアットです。ダメージがなかったのか。いやいや、自動ないです。気迫ですね、気迫で立ち上がりました田中。ディレードアクション、後からダメージが襲ってきた、そんな感じではないでしょうか。サンダーファイヤー、さあ、サンダーファイヤーの掛け声、田中正人、サンダーファイヤーで今回は綺麗に投げることができるのか。あーっと、返されてしまいます。スパインバスターからジャックナイフ、この大きなグラジがジャックナイフを見せます。
器用なんですよね、この体して。これインディーナンバーワンの外国人選手ですね、やっぱり ね、 そうですよね。メジャーの中に入ってもおそらく5本の指には入りましょう。さあどうするんでしょうか。最近この椅子をよくこまめに使いますが、椅子を手にしてジャンピング、なんと言いましょう、椅子をドロップさせてまいりました。そしてまた椅子を破壊、田中が狙ったダッキング、そしてラーッとジャーマンの投げ捨て、強いパワーですよね。田中の目つきが怪しい、朦朧としています。とんでもない投げ捨て技。さあ余裕で巨人が起き上がりました。大男ザ・グラディエーター、二冠防衛間近です。田中をトップロープに腰掛けさせて、おーっと余裕のジャーマンスープレックスホールド、カウントは返しました、なんとか返しました。あー、これは首にダメージ。そうですね、今もまだ首が痛いんですよね。脳震盪状態でしょうね、おそらくね。グラジがその間に机を2つ用意しています。大きな試合では必ず見せる投げ捨てのあのアサンボムでしょうか。エプロンに落っことします。向こう側ではなんと土屋が生還しています。グラジがフィニッシュのサイン。さあ何を出そうというのか。エプロン、田中が起こし上げられました。そしてやっぱりアサムボムだ。机2脚廃棄、机が2つダメになりました。ああ、しかしグラジもダメージを負っています。田中さん、この時の覚えてます？息荒いですね。そうですね、やっぱり衝撃っていうのはすごいありましたよね。その前にもうジャーマンとかもう何発も食らってて、首にかなりもう影響があったのに、しかもこの厚さのものですからね。この鍛えた太い首でありますが、必要に机で攻撃を仕掛けてきます。あーっとしがみつく田中、アッサムという叫んだんでしょうか。アッサムボムか、アッサムボムです。スイングは大きい、カウントやります。あーっと返しました。あーっと確かめに来ました。田中2です、カウントは2です。大歓声です、川崎球場、耳をつんざく大歓声、全てが田中の応援と言って間違いありません。さあどうするんでしょうか。フライングソーセージか、フライングボディアタックか、プレスか、またフィニッシュのサイン、不気味です。ドーンと巨大なクジラがまた飛びました。クジラは普通ゆゆと動くんですけども、こんなスピードあるんですね。グラジエーター大したものです。器用ですからね。そうですね、田中将人、あわや圧殺死と言ったところだったんですが、なんとかこれはすり抜けています。そしてそしてそしてランニングの投げ捨てのパワーボム、スーパーアッサンボムです。さあそしてまた場外か。2月にこれ食らってもこの技を食らってね、動けなくなったんですね、この場外に、場外へのスーパースペシャルアッサンボムをこれをかわした。ドリングエルボー、エルボー一発放っておいて、あーっとカウンターのキック。まだまだザ・グラジエーター意識はしっかりしております。大きくスイングした、これも落とす、これも落とす、うまくすり抜けました。エルボーです、ローリングエルボーもう一発。さあそして、いや田中も逆にいくのか、田中が担ぎ上げたサンダーファイヤーです。投げ捨て、頭からいきましたグラジエーター。グラジエーター、これはたまりません。完璧ですね今ね。そうですね、よく持ち上げました。スイングも十分、いや田中が追い打ちをかけに来ます。2本のベルト、おそらく脳裏にちらついているんではないでしょうか。どうですか、まだまだ、いやまだ何も考えなかったですね。さあ雄たけび、川崎球場5万を超える大観衆、これが効きました。その雄たけびを聞いて、その直後田中がこれをサンダーファイヤー、してきましたグラジエーター。すごいサイボーグです。肉の鎧をまた見ました、まさにサイボーグ、戦うサイボーグ。エルボー3発、もう1発いきます。サンダーファイヤーです、川崎球場です。サンダーファイヤー、これがとどめか。いやいやまだダメです、
からこの時頼むから返さないでくれと思いました ね、 ねもうこれ以上ライティに絶叫です。田中雅人、力はまだ残っているのか。川崎球場伝説の地、この大地が田中に素晴らしいパワーを与えます。もう一回これを返した。あーっと川田が、いや受け止めた。ローリングエボー、さあホールいきます。カウント3です。田中勝ちました。日本のベルト奪取です。田中雅人、インディー最強の外国人ザ・グラディエーターを倒しました。ホーグも来た、リッキーも来ました。歓喜の田中雅人、いや大事そうに抱えて